藤原刑事さん。そんなに驚いたふりをするなバッド。中和剤の準備。ポチポチ。ポチポチ。何をされているのですか。手遅れです。いや、手遅れなの？爆発を防がなくても被害は最小限にはできる。ほうほう。あなた様はどうなります。それはいいんだ。彼女を探してくれ。おわかっこいい。それはいいんだってさ。あれか。こいつらは不安定だ。ゆっくり慎重に動かさなければ。え、お考えのおしください。今すぐご避難を。爆破に巻き込まれれば命はありません。他に方法がないんだ。きっと方法はございます。これはどんだけ繊細なんだ。あそこか。やべやべ。おお。これで行こう。歩いて行こう。歩いて行こう。配置。よいしょ。おいしょ。彼女はどこだ。存じ上げません。彼女は連れ去られてしまった。これ緊張するな。あれでした。あなた様と同じくこの事態に憤ることでしょう。よいしょ。重いんですよ。お聞きください。これでは敵の思うツボです。あなた様がいなくなればゴッサムは奴のなすがまま勝たせてはなりません。いやでも私はしないよ。あぶれ。早すぎる。ゲホゲホ言ってる。させ。ぐじゅー。ぐじゅー。よし。させ。刺されー。オッケー。オッケー。なんだ、こっち見たな。セーフか。よーし。ゲイチュア。あとこっちに2つか。あの施設を監視しております。今すぐに脱出なさってください。あったよ、あってるよ。君が教えてくれた正しいことを知った。それが全てだ。お願いですからそこから離れてください。ミス・ゴードンのことならご自分を責める必要はありません。これはね、ゆっくり全部ゆっくりするよりも多分ガッていく。止まる。ダメだ、歩くのは危険。ゆっくり歩こう。ゲホゲやめて、怖いから。大丈夫、時間制。ゲホゲホ増えた。まずいまずい、時間がなさそうな感じがする。よいしょ。よっと、あと1個。見てるないから。上昇？よしよし、いいぞいいぞ。最後の1本だ。びっくりした。ジョーカーなんだけど。ああ。どういうこと？どういうこと？何？バッドエンド？違うよね。え、ジョーカーを燃やしたよ。この手で燃やしたよ。
さて、どうやって入ればいいかだな。正門認証完了、 ID 認証完了。ようこそゴードン本部長。信じられん。喋ったらよかったんですね。ガチャッと。視点がバイオハザード重いとか言おうとした瞬間にもう FPS 視点になっちゃった。ポチッとな。ザ・ゴースト・イン・グレイ。雲の巣も張ってリアルだな。テレビがある。もう壊れたんだよね。さあ行こう。この場所は一体。人がいるよ。囚人。おお、びっくりした。こっちへ来て俺をよく見ろ。取り締まれると思ってるか。ゴリアテ様にかなりやすい。おやおやおや、これはまさか警察本部長殿じゃないか。カリスマジョニー。その顔見るの。あなたは。もう私が恋しくなったの。あら、あなたは死刑本部長さん。ティーナビル。怖い。なんだなんだ。あなたは？あ、本部長、助かった。早くここから出してください。奴らに閉じ込められて、まるでモルモットか何かみたいに実験台にされた。でも大丈夫です。私は何ともない。本当？でもどうしていいか分かんねえからスルー。お、びっくりした。バットマン、来てくれてよかった。ジム、これを見てくれ。あれ、バットマン撃たれたけど。ここはどこだ。こいつらは誰だ。ジョーカーは死ぬ前に感染した自分の血液を国中の病院に送った。病院に。血液は追跡した。全部じゃない。どうやって。病院でのミスだ。ん、気力にないまま輸血されて。あら、感染した患者が5人。問題の血液は彼らの体をむしばんで。あ、今いる人がそうなのか。その人格を変えてしまった。ジョーカーに。なんてこった。やべえ、みんなジョーカーになっちゃうのか。それは狂牛病のような症状だが、これまでにないひどい変異だった。わあ、確かに他とは様子が違う。ヘンリー・アダムス。彼は初期に感染したが症状が出ていない。ジョーカーの血に免疫がある。ジョーカーの血に免疫が。その理由をロビンにテストさせた結果分かったことがある。ヘンリーが全ての鍵だ。協力しただろ。頼まれたことは全部やった。何日かで終わるって言ったじゃないか。声若いな、年の割に。閉じ込めてはおけないぞ。あと一歩だジム。みんなを救うまでヘンリーは返せない。待て、5人と言ったが4人しかいない。1人足りないぞ。うん、いないね。彼はもうすぐ来る。来る。現在。ああ、ブルー、聞こえるかい、ブルース。藤原刑事さん。そんなに驚いたふりをするな、バッタク。遅かれ早かれここなると分かってたんだろう。俺はお前の頭に入り込んで。うん、二人で。ああ、この街をあるべき姿にしようじゃないか。新しいバッタクは進化した姿として、そして邪悪な。まあこの続きはまた後で。まず優先順位を決めようじゃないか。お前は爆発を食い止め街を救うんだ。だがエースケミカルの爆発はまだこれからだ。せいぜい気をつけた方がいいってことだ。あれかな、ダッチビッチ。お前は二人分働くんだからな。この頭の中って言ったってことは、きっとバットマンも最後の一人はバットマンなんだね。輸血したんだね、自分。輸血、バットマン違う。警告、爆発まで
これか。いや、終わったんだよね。出方はね。壁を破れるくらい強力な何かがあれば。壁を破る。あ、これか。違う。なんだなんだなんだ、どうしたらいいんだ。ああ、妹でいいのか。優しいね。よいしょ。わお、わお。おや、バットくん、会いたかったよ。まったく君は尻についた火のように繊細で分かりやすいね。怖いよ、ジョーカーさん。ジャケットね。出し出しツー。あわわわわわわ、出るぞ出るぞ。すげえすげえ、破壊、爆発爆発、ヤッフー。おおおおお、間に合った。とりあえず計画を止められたんですね。アルフレッド、ようこそご無事で。ああ、どうもどうも。もしやと。安心しろ。大丈夫だ。私はバットマンだぞ。爆発範囲を抑えることができた。毒ガスが街に広がることはない。スケアクローはどうです。このアーカムナイトというものは向こうには戦車もミサイルも。よく喋るよく喋る。オサム中に彼らの軍がいます。クレインは逃げたが、奴の毒を受けてしまった。お体は大丈夫で。うん。アサイラムのことを覚えてますか。大丈夫。気分は悪いが、もう大丈夫。スケアクローってのは本当に大したやつだ。やり方はいまいち気に食わなかったが、今回のうっとりする。怖いな。お前の中にいる俺様を存分に引き出してくれるからな。ああ、あの薬で。聞かれましたか。ああ、バットマンの中にいたジョーカーが感染したせいで精神が不安定になってジョーカー出てきちゃうってことね。ちょっと話せるか。もちろん。なんだ。ゴッサム死刑拘置所の外で会おう。今向かってる。向かってないじゃないか。向かうぞ。オサムの外で会えと。はいはい。アルフレッド、行こうか。軍の部隊配備、装備、動きをもろもろ解析してくれ。敵の状況を正確に把握したい。占領軍の状況解析ですね。すぐにご報告いたします。いて、なんだ。そうか、思い出した。戦車いっぱいいんだって。痛い。ちょっとあっち、俺は帰るぞ。お前は OK。 お前はいつだまずいまずいまずい。危険すぎる。オッサム死刑の留置所に侵入する前に敵の車両を排除しなければ。はーい、いっぱい来てんのか。それは表に出ようと思うが、亀裂が入り始めて。ほら、全部相手してやるよ。痛い。
いやー危なかった。ゴルドロンのドローン部隊がやられた。バットモビルボロボロ。よしよし。どっちかにゃん。待ちきれないな、娘が誘拐されたって聞く時のやつの顔。しかも全部お前のせいで。この野郎。この情報は邪魔だな。傑作の予感だ。いや、ゴードン。行かないと、バットマンが来てる。話があるんだ、ゴードン。どうした、ジム。おい、脅かすな。バーバラが連れ去られた。おいおい、何を言ってるんだ。バーバラはとっくに脱出したはずだ。落ち着け、彼女を取り戻す。落ち着けられないよ。ドイツが俺の娘をさらった。スキャクローがクロックタワーから。クロックタワー、行こう。バーバラの居場所を突き止める手がかりがそこにあるはずだ。後を追う、連絡しよう。いずれはお前のせいだって言わなきゃいけないな、バッタ。そうだぞ。その時には俺も立ち会うよ。素晴らしいだろう。このやリュウ、集中しろ。外は危険だ。ゆっくり運転して。俺が援護するよ。バブルは私に任せろ。バットマンの俺のせいだから。想定外だったんだよ、ジム。ごめんな。それを予測するのが俺の仕事だ。警官としても父親としても俺の責任だ。違うんだよ。ほんと申し訳ない。アスのね、ピーポピーポやってるとね、敵来ちゃうよ。まっすぐ行け。追っ手が来たぞ。誰なんだ。軍隊だ。私が相手する。先生軍隊、こちらは赤丸。今後の本部長を捕らえるのが最優先だ。繰り返す。今後の本部長を捕らえろ。バットモービルに留まって行動を守ろう。ちょっとたまには主観で行ってみましょうか。やめた。よ、すげえ酔った。待って、高度早いよ。待て待て。よっしゃ。待て、今見せるぞ。ほら、よし。待ってくれ。頑張ってるから。射撃開始。ロックオン時間かかるな。逃げ切れそうにない。待ってくれ待ってくれ。運転難しいんだよ、このバットマンモービルは。スピードが速い。くそー。耐えろ耐えろ。待たせた。そいつが最後だ。敵は片付いた。危険すぎる、ジム。私がバットモービルでクロックタワーへ連れていく。何？バットモービルにとどまってゴードンを守ろう。あ、これね。さあ乗りたまえ。俺をそこへ連れて行ってくれ、バットマン。もう時間がない。ご主人様、クロックタワーへ向かわれる前にご依頼になったアーカムナイトの戦力分析の結果をお伝えしたいのですが。はい、はい、どうだアルフレッド。アルフレッド、3つの島の軍の存在を分析し、その兵力数をリアルタイムで知らせるようにバットコンピューターを設定いたしました。へえ。ご覧の通り、
宮ヶ谷アイランドはかなりの数のドローンの地上部隊で埋め尽くされています。うん。ファウンダーズアイランドは長距離レーダーとミサイルランチャーに守られています。しばらくはバットモービルを遠ざけておくのが良さそうです。そうだね、ランチャーでブリークアイランドで生き残ったドローン部隊がクロックタワーを警護中。かなりの抵抗勢力が待ち構えています。でもどこも困りますな。わかった、今向かっている。どこにですかっていう。クロックタワーを占領しているアーカムナイトの軍隊を倒せ。クルソは、okay、はい、特殊部隊がやられた。クロックタワーのドローンを操作しろ。ヤツが来るぞ。マニュアル操作に切り替えます。ヤツを止めてみせます。さて、では行こうか。